天の瞳は、ハイタニケンジロウの最後の小説作品。幼年編1.2、少年編1.2、成長編1.2、アスナロ編1.2、最終話の全9冊で構成される。2000年から2002年にかけて、テレビドラマ化もされた。林太郎、三ウ、ミポン、竹庵とその友達が、真剣に周りの人々とぶつかり、世の中のおかしいことを変えていく物語。 周りの人とぶつかっていくうちにいろいろなことを学び、人との関わり合いでいろいろと学び、発見し、相手も学ぶ。読売新聞に掲載された新聞小説で当初は新庁舎から刊行されていたが、同社の写真週刊誌、フォーカスが神戸連続児童殺傷事件の加害少年の写真を掲載したことに、ハイタニが抗議し、判権を引き上げたため、 その後は角川書店から観光された。林太郎は林明保育園に行っている男の子。とんでもないいたずらをいつもいつもしていて、保育園の先生を困らせている。そんな林太郎だが、実は鋭い感受性と優しさを持った子だった。個性的な林太郎たちは小学校の先生にはなかなか理解できず、先生たちは頭を抱えていた。年生になってから、 フランケンことミツルという転校生が、リンタロウたちの仲間に入った。フランケンはいつも変な顔をし、みんなを笑わせていた。だが、それを見た、ロンタロウのじいちゃんは謎謎を出した。隣同士にあるのに、絶対見えないものは何やじいちゃんはフランケンに何かを悟らせようとしていた。テレビ朝日系で放送、前三作。第一作は、リンタロウの小学一年生の時、 第2作は小学2年生の時、第3作は小学4年生の時を描いた。第1作、第2作、第3作、ありがとうございます。